鏡部屋ってとこじゃっけか。女性セーブじゃ。セーブしないと。鏡左っぽかったけど、右は違ったか。記憶力が皆無です。あ、ってたってた。こっちじゃんか。入りましょう。どうや、いらっしゃい。クリアできるでしょお、これも5かなコーヒーは5だからな。待って。鏡が。気になるところはない。気になるところはない。コーヒーがめっちゃあるのが俺は気になるが。大きな鏡だ。 卑劣な鏡だ。んんんんうん。おおカーシーカーシーどうしたカーシーみぎを見た。まっもどうな,なんで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 え、なんでなんか左下を見てたよ。うなんすかもうわかんないわかんない。仕事お疲れ。テレビ部屋の鍵わかんない。なんか左下を見たから左下に何かあるぞっていうやつかなと思ったらふとに出てきてなんか襲われたんですけど。なんなんすかなんなんすか えぇ、ー。ちょっと待って。テレビ、あ、テレビ部屋。結構記憶力いいんじゃないか俺は。テレビ部屋。いや、もう本当に広告もコメントもいつもありがとうございます。動画も見てくれてありがとうね。生放、なんか赤いですかなんか見てるの砂嵐を見てるの特に気になることはない。気になる電源はつかない。電源はつかない。なんもないっすかなんもないっすかうーん。 呪いは今いないのかなどうなんだろう呪いはいつもいそうな気するけど。アンディいらっしゃい。えい、テレビだ。おっとどうした緑、赤。あっ、長い <laughs> 待って、さっきのさっきの色ってさ、何かの順番なのかなちょっと待って、ちょっとあの色の順番覚えようと思ったけど無理だった。ちょっと待って、ゲットをいらっしゃい。ちょっと待って、えちょっと待って、さっきの色見ていいあ見れる見れる この色ってなんかなんかの順番じゃないの違うう緑、青、黄、赤。待って、えっ、ー、と。緑、緑、青、黄、赤。緑、青、黄、赤。多分そうだよね。多分何かの順番だよね。緑、青、黄、赤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 。赤待って、これ順番なんかおかしくね <laughs> え、待って、待って。緑、青、黄、赤って、さっきの順番だね、これ。 だってさっき緑、青、黄、赤って入れたもん。あれが先だったのか手に入れるのが。俺、ここに来るの早かったんじゃないかだいぶじゃあ。あれだいぶフライングできたんじゃないかここ。ねえ、ヒント見る前に解いちゃった感じだ、これ。一周回って、なんか、えマジか。呪い部屋の T セットを。T セットを持っていく流れなのかな今。じゃこれ銃は。銃手に入れたー これでいけんのかえ俺一回銃調べなかったっけごめん、探索不足だったかもしれない。これかー。畜生外した。逃げられた。え、これフラグが立ったから取れたのかなごめんなさい。調べたと思ったけどできてなかったのかもしくは、調べる前にやられたんだっけ前回調べる前にやられたんだっけごめん、いけたわ。あ、でも鍵じゃない銃もうないんすか 前回調べてなかったっけ調べた体だったかもしれない。申し訳ない。え、でもどうすればいいんだ逃げられたけど。これでフラグだったかなやっと進んだありがとうありがとうやっぱ呪い部屋だったね。怪しいのは。呪い部屋。でも、やつ、しとめてないのかしとめてないけど、まあ、ま、まあ、でもね、これで何かイベント進むっしょシャルルー。シャルルー。お姫様の名前なんだっけシャルルー。 シャルル姫、姫頼むよ。俺に会いに来てよ。寂しいよ。一人ぼっちは寂しいよ。テトラポッド吉田いらっしゃい。お、い、るじゃんいるじゃん,いるじゃんシャルルどうしたどうしたもんこうしたもん。変な化け物みたいなのが別荘の方に来やがった。本当か畜生、奴はおそらく俺一人じゃ手に負えねえんだよ。すまない。私が逃してしまった。へ 自分とでも言いたいようだが、もちろんお前にも協力してもらうぞー。わかった、協力する。あ、レティシアだ。の方はすでに町に預けている。安心してゴミ処理ができそうだ。やった二人だ。シャルルが、シャルルがおる。別荘に行くのかい今から。おおおおお母さん <laughs> まあ。え、別荘行くんじゃないんですか別荘、え、別荘。 え、別荘行くんじゃないんすかもう、もう、何かあったらとりあえずお母さん。はははは。ま、しかせかんと言われて。えー、もう別荘行くんじゃないのさっきの逃げれたのかないや、動かしてたつもりだったんだけど。行けるのかなあ、あ、行けんのか行けんのかこれ。ごめん。ごめん。行けないと思ってた、勝手に。んこれはなんだなんだこの植物ずいぶん気持ち悪いな。 逃げれたわ、普通に。どうやらこの植物がある限りここを取ることはできなさそうだな。任せろ、バラバラにしてやる。どいてろ。回転切りジョアイ勝手ーな、なんじゃこりゃ切れねえ <laughs> シャルルなんじゃこりゃとか言うんだ。松田優作。普通の植物じゃなさそうだな。くそ、時間がないってのに。あの世から何か役立つものが手に入るかもしれません。 行きましょう。結構あれだね。あの逃げれないとか銃取れないとか、なんか思い込みに <laughs> 思い込みに引っ張られてせっかくのサクサクが台無しになってる感がある。もっと柔軟に行こう。と思いました。たぶんできないんだろうな。寝る方おやすみ。やつ、いや、あの植物は生きている。普段は行動を行わないが、肉を見た瞬間、怖いぐらいに動く。肉、食いたい。焼肉食べ放題に行きたい。 お願いします。誰か連れて行ってください。特に気になるところはない。これも何かの番号か。とりあえず0623でお願いします。誕生日くそダメか。で別の部屋行こう。で、こっちは入れるね。おっと人形がまたですよ。セブ赤い西洋人形だ。ノコギリで切る。なんでですか ちょ待って、ノコギリ僕持ってないよしかもノコギリは硬いロープのようなもので縛られていて持ち運ぶことはできないなるほどノコギリできるまあ、切ろう私じゃない私じゃない私じゃないあにゃーんえー、だって今までさミスってもうペナルティなかったじゃんダメなの片っ端に切っちゃ今までなかったじゃないですかペナルティずっこいよここでいきなり ベラ山で何,何を基準にしてるんですかこれは。ベルいらっしゃい。何を基準に。この部屋だけじゃ完結できない内容とりあえずこの子違うよ。この子は。まあいいや、とりあえず別のやつ行ってみるか。山でプップーってなるだけだったからいいのかなみたいな。行っていいのかなみたいな。ええー、のんかなゲーちャゲーちゃです。ここ別荘なのかね特に気になるところはない。あの中を氷だらけで手を入れたくない。 おあのあら関係あるのか何かに水は出ない水は出ないで汚ねえなあ血便血便血便血尿の嵐ですよもうどんだけお尻が弱い家系なんですかここねえお尻とはははにょんあなんまかちょっと待ってそっちから来るんかいそっちから来るんかい上からじゃないんかいてっきり俺はてっきり上から来たと 思って、下に逃げて、死んで、嘘でしょ。マジか。下から来るんだ。え、どこに逃げよう上に逃げ、え、上のどこに逃げればいいんですかもう、どこだ上、ここ、ここ,こ、こ入れた、入れた。いいのか、いいのか、いいのか。来てる、来てる、来て、あ、あ、来てないのか、来てないのか。よかった、もう。いや、でもあの感じさ、なんか、画面にバーン来たから、前から来ると思わないみんな <laughs>。 前から、だってこっち見てたよ正面から。あれ、あれずるいわ、あれ。騙されたわ、俺、完璧。ミスリード、ミスリード。お !7465。7465、まんまでいいのかなこれ。7465をまんま入れればいいのかなあの数字のとこに。黄色い鍋。なんか、黄色い鍋とか赤い鍋とかなんか色々いってるからな。色ついてるから、なんかそれっぽいくない気がするんだけどな。 ね色付きって怪しすぎるよね、これ。順番かなみたいな。うーん。まあ、とりあえず7465覚えときましょう。7465。それでダメだったらまたね。これ、この絵にも触れたかったんだが。すごい残酷な絵が描いてあるな、すごい。<laughs> 手取れてますよ、これ。やですね。 あ、そっか、スクショすればよかったな。ああ、エルマン死んじゃったよ。死んじゃったらしょうがないね。エルマンはもう参加させないでおこう。参加できないけどね、それ。そうだね。エルマンを抜こう。エルマンを抜く。え、え、えぬき言葉みたいな。たぬきみたいなことエル、エルマンを抜く。ドアロボのところ何かおかしいね。むむむ、いらっしゃい。うーん。ああ、こっちはそうか。ちょちょ待ってよ。ちょ、ちょっと待って。とりあえずスクショ届きます。スクーショ。 オッケー完璧あ、答え入れちゃい。すっごいニコニコの絵だけど、ニコニコしながら人を殺している。で、ちょっと2回行きます。行けてよかった。何かあるか広いな。えー、今北さんいらっしゃい。立ち見も見てるよ。2いかかってる。ここは椅子、椅子いっぱいだとなんか動かせそうだな。いや、何もないか。あれ取れる 瓶の中は空だこれなんかあるなゴミ箱。特に気になるところはない。ないのか結構何もない部屋もあったりして、騙してくるな、俺を。うーんー、鍋の順番。鍋の色の順番。え、でもさ、赤と青なかった気がしない緑が2個あったけど。あ、緑2個やればいいのか ?4 を2回でよかったのかそういうことか。すまない。ちょっと飛ばしちゃったかもしれない。使わない数字もあるっていうことかじゃあ。なるほどね。 さっき頭を柔らかくしようと言ったのに、硬かったですね。<laughs> 全部の数字は使わなければいけないという勝手な固定観念が。あ、ゴミ箱の中に何かある。センティーラじゃあいい。青い宝石。バイオっぽいですね。なんだば青い宝石って。丸い形をしている。なるほどね。鍋って確か赤色なかったよね。だから赤の7は使わないってことでいいのか。そういうことか。そういう解釈か。くそ。頭硬いおじさんですまない。 でもちょっと待ってね。せっかく来たし、2階を調べていきますかね。え、エアンカルインマロろえぬ、ころましええっと、エルマンを抜こう。合ってたじゃん、マジで。<laughs> マジで合ってたな。あの、タヌキみたいな、そういうことでしょ。エルマンを抜けばいいんでしょ。えー、だから、えと、ルと、マとンを抜けばいいのか。 エルマン抜き言葉ですよ。なので、赤、赤、い、まろ、あ、違う。え、エルマンだから。赤い、いろ、を、赤色を、殺して、あ赤色を殺してか。オッケーオッケー。いらないやつは抜こう。オッケーオッケー。あ、待って待って、ここ調べたっけ。 赤色を抜こうか。赤色を殺して。オッケーイ今日結構手こずっちゃった。<laughs> うん。カタカナは読みづらいですよ。全部カタカナは。赤色を殺して。じゃあまずは赤色から行こうか。よしよし。左だったじゃん。赤色。切るオッケーイ鍵手に入れた。どこの鍵や家の2階の部屋の鍵。いやその前に、ちょっと。 数字入力していこうよ。ちょ、鍋見ていきます。4桁の鍋を見ていきます。ここじゃないわい。ここじゃないわい。こっちだ、こっち。こっちの。オッケー。鍋の色。えー、緑、黄色、赤。赤あるな。赤あったじゃないか。えっ、ー、と、緑、黄、赤、ミだから、えー、緑は4なので、緑は4なので、 緑、黄、赤、三、四六七四。そういうことですね。使わない数字もあると。OK。四六七四。左は青じゃなかった。嘘青だった嘘あ、これ青なのか。ごめん。漢字読んでなかった。あ、これ青なんだ。<laughs> ごめん。うわ、色しか見てなかった。緑っぽいなっていう。 ごめんなさい。文字を読んでなかった。あ、あれ、青なんあ、そうなの ?5674 かじゃ。ごめんなさい。あ、ここ、どこだっけそっか。カタかカらも漢字も読めないです。申し訳ない。5674かじゃ。すまない。みんなが見えてるものが俺は見えていないっていう。どうなんだ、これは。5674! オッケーイ鍵開いたみたいだ。これは ハゲ、ハゲじゃない。ハゲじゃない。ハゲを手に入れた。字が読めなくなってきたー。埃などを払うことができる。あっだらけで手を入れられたくなかった穴があったね。ねえ、思い込みですよ。もう濁点も追加しちゃいますよ、もう。そりゃ、そりゃ、ハゲは手に入らないですよ。